よし、やりますか。第75回です。で、前回までチャンピオンロードとかみつるくんとかを倒して、進んできたわけですが、今回は四天王ということで、行くという形ですかね。で、四天王に備えてちょっとアイテムを揃えていきたいと思います。で、売るものをとりあえず見て、音量上げよう。ポイントアップと、特になんもないな、ここは。ここはまだ後で使うかもしれないので、買いに来た。すごい傷薬、回復もね、何個か欲しいとこですよね。20個ぐらい。あ、でもじゃあ6万かかるのか。それなら10個で、今何個あるんかね。ちゃんとバッグを見とって。すごい傷薬が44。一応回復の薬を上らへんに持ってきて、ハートの鱗あたりで、こうだろ、でこうだろ、何でも治し、元気のかけら、こうだろ。で、何でも直したろ。こうで、PP エイド系は上らへんに置いといて、で、ポイントアップは、なんていうかな、後で使うっていう形になりますが、こんなもんかな、とりあえず。他になんかないかな。何でも直しちゃう、もうちょっと。10個ぐらい。15個ぐらい買っといて、元気のかけらももうちょっと増やそうか。5個ぐらい。元気のかけらどんくらいあるんかな。28個か。すごい傷薬も欲しいよね。よし、こんなもんかな、とりあえず。で、ポケモンを預けて四天王に挑みたいと思います。さて、やっともうほぼ終盤っていう形ですかね。いけるかね。ポケモンを信じるしかないんですけども。よし、オッケー。で、回復2体の牝馬で、突破したいなと思います。レポート書いて。よし、はて、1体目がね、エスパータイプなので、それをどう切り抜けるかですよね。タイプ1の波乗りあたりぶっ放しとくけど、多分最初の敵は多分グライナだと思うので、混乱をちょっとね、防ぎたいなと思います。それ以外は多分混乱使ってこないと思うんで、こっちは長いかな。麻痺とかして、毒、やけど、氷。こっちは何だろうな。先々爪？シーフスカーフ。やっぱこっちだな。麻痺毒。一応、お盆持たしとこうか。よし。行きますか。来ましたね、四天王。懐かしいな、この曲。やべえな。よし、5体。このグライナが強い。波乗り2発で倒せればいいけどっていう形ですかね。波乗り、
9勝でこれか。まあ突進だ。結構食らうな。まあ回復してくるだな。まあここで波乗りがどのくらい食らうかが分かる。本当にね、9勝でアンクラやけん、まあ、半分食らえばいい。4、そんなもんか。引っ込みやがったな。おお、なるほどな。はい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 、レートビーム、これがどこまで食らうか。倒してくれよ。ニードラム、これがきつい。一発か。なんでや。もうちょいレベル上げてきてから戦った方がいいのかな。吹雪当たるか。当たった、当たったけども倒せるか分からないぞ。倒せないんだよね、これ。終わっちゃったよ。初戦いきなり敗退。なーに。さあどうするかな。レベル上げに行こうかな。ちょっとやっぱ差がありすぎていけない気がする。ちょっとでもレベル上げないときついな。やっぱ四天王挑むとか言っててちょっと無謀すぎたな。レベル差20あるとしてもあれなんですよ。これ2体だけ連れていって、いやもう全部連れていこうか。四天王はもうちょっと後でということでちょっとレベル上げてきます。よし、お守り小判ってどこにあったっけな。ちょっと待ってね、お守り小判ね、どっかにあった気がするんだけど、お守り小判、お守り小判、ちょっと待ってよ、今調べてます。お守り小判はミシロタウンの主人公のママ。お母さんに話しかけられないかんのか。なるほどね。まあミシロタウン行ってみましょう。とりあえずもしかしたら殿堂入り後かもしれませんが、もらえたら嬉しいな。オッケー、ゲット。多分ね、お父さんに勝ったのねって言われるっていうことは5個目のバッジをゲットしないとまあ無理だったってことですよね。多分モモンのミード預かって、これに超守り小判をあら持たして、こっちはなんか何覚えとったっけ。うーん、水とか、まあ、そんな感じか。これはなんだろうな。違う違う、持たせる。なあ、先生の爪でも一応持たしておこうか。まあ、先行取ることが重要なので。あ、違う、とりあえずレベル上げだ。特サネからこの左側のこの地点のトレーナーをちょっと全員叩きのめしてレベル上げに行きましょうか。まあ向こうでも良かったな、あの流星の滝。そうだな、流星の滝行っちゃおうか。恥継げタウンか、恥継げタウン、恥継げタウン、なんか言いにくい言葉ですが、これレベル上げようか。草むらの手前になったらスプレーを使う。ここら辺全員倒したので、まあ軽く無視していって、無視っていうかね、問題はこの流線滝の中のトレーナーたちがなかなか強い。
買った気がします。よしよいしょ、いくぜ。トレーナーいるかい？ここにはいないのか。いるのかい？いないのかい？どっちなんだい？こっちだな。こっちに一人いそう。いないか。いたいた。さあ勝負だ。2体か。チャーレムとハリテーマ40だからそこそこ強いんですよね。波乗り、まずメロメロで動きを封じよう。飛び膝蹴りをしてくるのは多分チャーレムなので、こっちをしときましょう。集中力を高めていても、おなるほどね、守るか。なるほど。まあでもハリテーマの方には当たるんでいいんですけども。でこれ集中力途切れるだろ。途切れないのか。あ、途切れてる。オッケーオッケー。で波乗りだろ。でメロメロをこっちに。もうさすがに2ターン連続守るは使ってこないでしょう。オッケー。更新。よし、波乗り。いいね。いいダメージ量よ。ちょうどいい感じに当たっていく。サイコキネシス。どこまで食らうか。おお、半分ぐらい食らうのか。まあしゃあないよね。ここは回復ですね。よし、また集中力高めてるな。まあ波乗りで当たるんですけども。はい、集中力途切れるぜ。最高です。さすがやね、メロメロ使っとるのにさ、よく当ててくるな。ここで吹雪当てるよ。うわ、早いか、敵の方が。 OK、 メロメロ出せなかった。 OK、 OK、 いい感じに当たってますよ。よし、いい感じに吹雪も当たってる。眠る。せこいな。一人だけ体力を回復しようというこの腹。毒を使えないのか。これはもうメロメロをこっちに使うしかないよね。一人だけ眠ってさ、体力回復しやがって。はい、メロメロ。眠ってる間にメロメロになりな。よし、 OK です。ここが秘密の力で、水の波動。秘密の力がどんくらい食らうか。どん微妙だな。押しましょう。秘密の力、水の波動。よし、メロメロだ。オッケー。よし、勝ったな。オッケー。よし、66。いいね。少しずつでもレベル上げていこう。懐かしい場所だ。まあ行きましょう。スプレーの効果は切れたな。レポート書いといて、スプレーも使っときましょう。またまた更新。いつも更新する私。違う、回復じゃない。スプレーを照射。いたいた。ドラゴン使いか。まあまあでも大丈夫でしょう。レートウィンもあるし。シルタリス、これに結構悩めされたね、ミツル君の時は。まあミツル君よりはレベルが低いのでいいんですけども。一発じゃないのかよ。微妙に残ったな。
な、秘密の力。OK。またチルタリスか。2体出してくるか。やるねん。やるやん。よいしょ。あー、微妙に残るね。白い霧、ステータスを下げられなくした。考えてるけど、一旦目で攻撃してこないのがちょっと敵のミスですよね。普通は攻撃するよね。まあ攻撃だけがノーじゃないっていうことですかね。これ多分分かれ道で当てると思うでしょう。右と左で、多分左に行けばいいんですけども、うん、トン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 、ここですかね。なんかあるんかな。多分ね、コドラがいたような気がするんだよね。コドラっていうか、コドラじゃない、なんかね、タツベイか、ドラゴンタイプのタツベイがいた気がするんですけど、この技マシンに。これが何の技かな。それまで見てから、ドラゴンクローか。まあ覚えないので、あとで売りますが、ね、ちょい待ちよ。こっち行ったらどうなの。ほうほうほう、なるほどね。ポイントアップゲット。2個目これはゲットしておいた方がよかった。あとはトレーナーが今2人戦ったろ。他にトレーナーがいたら戦うんですけども、なんかいなさそうな雰囲気ですよねこれね。どうせこっち行ってあれだろ、戻ってくるんだろ。で右側行ってもあれだから、とりあえずまたシルバースプレー使っとくけど、さっき上から行ったから今度は左側行って、技マシン23、これはなんだ、これはなんだ、23、アイアンテールか。アイアンテールも使えないよね。まあそりゃ帯ではあるけど、帯ではあっても使えないよね。はい、もう戻ってきましたね。っていうことはこうやって戻ってくるんだろう。どうそっち、そっちに行っても多分そこで戻ってくるから、もうここには用はないという感じですかね。トレーナーも2人しかいなかったし、もうちょいいると思ったけどな。私の記憶によるともうちょっといるとは思ったんですけど、意外と少なかったな。仕方ない、もう一個の場所行ってみよう。この左側にトレーナーがいたと思うんですけど、その前にここ、こいつら戦ってたっけ。戦ってないよね。もう一度勝負しろっていうことは、もう他のやつらももう一回対戦できる状態になったのかな。もう一度っていうことは一回戦ってるってことですよね。リベンジ、痛い。うお、食らうね。やるやん、レベル33あるのに。よしよしよし。ちゅうことはこいつも、こいつは無理か、さすがに。この人は無理だな。こっち側が行けたはずです。上に行けない。おう、ポケモン、逃げる。上には行けた、行けないね。よし、このトレーナーが何人かいたはずです。あ、いたね。今チラッと見たね。戦いを望んでいる。何やつ、何やつ。まあ2体か、ワン力いいよいいよ。26ならなんとかなる。波乗りで一発でしょ。このレベル差があったらね、あとタイプ1なのでレベルは一発で倒せると。ゴーリキは多分一発じゃ無理かもしれません。能力が高いのでね、進化して。
微妙で怒ったな。秘密の力 OK。 あとお守り小判も出しているので、ね、もちろん、まあ違うお守り小判も出しているので、お金は2倍と。こっちはいけんの？こっちにはトレーナーいないのか。アイテム1はなんだ？気合パンチか。なるほど。まあ、どっちしろ覚えられないかいいんですけども、いらないんですけど、特にないね。この上はなんだ？あー、アイテムだけか。ベロムヘキシン、これも売るアイテムですね。で下降りるだろ。でまだいたんですよね、トレーナーが。いたいた。回復したっけ。まあいいよ。おじいちゃんかな。一体ハリティアマか。まあまあ28ならなんとかなるでしょう。波乗り猫だまし、やはり使ってくるな。一発目 OK。 半分当てみなきゃ。これにめっちゃ昔は苦労させられましたわ、序盤の頃はな。よし OK。 2240円、普通なら1120円だよね多分。これなんだ、猫部、初めて見る。みたいな、あんま注目して見てなかったけんさ。あれ画面が映らんくなった。なんでだ、どうした。再配信してみよう。大丈夫か。よし、映ったみたいね。いらっしゃい、ゆっくりしててね。今見えました、人数が。よし、ただいまレベル上げ中です。四天王一発目いったんですけど、一瞬でっていうか2体目でやられてしまいましたんで、まあプリンは別に。よし、ここでトレーナーは全員戦った。あとは多分また再戦できるトレーナーが近接の左側のねとこにいるんですよ。それをちょっと戦っていきましょう。とりあえず回復して、もうちょっとレベル上げないとやっぱり四天王にはほど遠いっていうかきついので、まあレベル上げていきましょう。今日で勝てるかなっていう感じですかね、四天王とチャンピオンか。とりあえずはここら辺がね戦えるようになったと思うんで、もうだいぶ前に戦ってもう8個目ゲットしたのでね、多分再戦ができるんですよ。でレベルがちょっと皆さん大体10何本やったっけ、20序盤、21とか22だったと思うんで、で2回目最初の時はレベルがちょっと上がってるんですよ。まあでも私にはかなわない。なぜかというと、まあ、こっちもレベル上がってるからね、向こうの日じゃないけん。問題はここのこういうね6体出すやつは無理か。こっちかな、先にこっちを戦おう。戦えないのか。なんかこの人は無理か。戦うやつと戦えないやつがいるみたいな。ここ無理か。意外といけるかと思ったのにな。こっちはこれいけるみたいね。ダブルバトル、これはまだ進化してないんですよね。何回か再戦しているとハリティアマとかマッツグマかねに、進化してるんですよ、いつの間にか。まあ、ここは一発でいけるでしょ。あと5分、早い。
よっしゃ、一発一発。まあここはね余裕でしょう。経験値あんまもらえないけど、まあお金は稼げるということで、次はもう早速向こう行こうかな。行こうかね。ちょっと待って、その前にちょっとポケモンはなんかヒデは持ってないな。ポケナビでこれトレーナーアイっていうのが、そのポケモン再戦できる人たちのことを意味してるんですよ。アルマのお姉さんの弥生とかね、とかはまあできるみたいなんですけど、結構戦い再戦できるやつはいるみたいなんですけど、まあ、とりあえず会場の、ポケモンたちを倒していきましょう。特産でから下から下に行って左ね。よし、まあ一応野生のポケモンが出ないようにシルバースプレーはもちろんしてきますが、ほぼねここら辺の周りのやつもねトレーナー結構倒したんですけどね、まだ倒してないトレーナーがいるので、まあその人たちをちょっと倒しに行こうかなと思います。多分ねもうちょいしたら現れるんじゃない、ここら辺とか戦ってるかな。この人は多分戦ってないんじゃないかな、だな、戦った記憶がないもん。ダーティング、まあなかなかいかつい顔してますが、まあレッドビームで1発か2発でしょう。まあ2発ですかね。成長あと3分。まあここは、あーすごい気づく、さすがエリートトレーナーですね。まあでもスピードはこっちの方が速いので、まあ倒せる、まあ、スピードはやっぱ重要ですね。結構はい、ダーティング終了。手間をかけさせやがって。67レベル。ゴローンか。まあこれは波乗りで一発でしょう。地面と岩が入ってるので、多分一発やろ。よし。まあ4倍ですね。4倍のダメージ。普通の弱点なら、2倍のダメージなんですけど、岩と地面が入ってたんで4倍という。怒号は2発ぐらいかな。2分か。2発だな。よし、終了。順調だな。ちゃんとセーブもしていかんと、あ、負けたってなった時に、すごいことになるんで、かなり戻されるので、まあ、レポートを書きながら、いきたいと思います。3人倒したらレポートみたいな感じでいければいいなみたいな。もうあと30秒ぐらい前なので、まあこの辺りで終わりますかな。とりあえず次は水泳少年を戦って、始まりたいと思います。それじゃあ、お疲れ様です。また会いましょう。また明日じゃない、次枠で会いましょう。じゃあね。